はい、こんにちは。明の現場へようこそ。ヒロトラの実況です。はい、というわけでですね、ヒロトラの実況4回目となります。リリースされて3日経ちまして、僕はランクが20まで上げることができました。石もぼちぼち溜まったんですけども、なんとお知らせ来てましたけれども、来週からですね、イベントが開催されるということなので、そちらの情報を見ていこうと思うのと、ストーリーの方、本編の方を少し進めていこうと思います。では参りましょう。はい、ということでですね、予告が来ています。イベント&ガチャ開幕 1-A 特別戦闘訓練開催のお知らせ。1個ね、どうでもいいこと気になることが1個あるんですけど、ガチャじゃなくてガシャなんですよね。イベント開幕 1-A 特別戦闘訓練、アプリ書き下ろしオリジナルストーリーを全5話で構成した初のイベント、開幕 1-A 特別戦闘訓練を2021年5月26日水曜日15時より開催予定ですと。でオリジナルストーリーの特別戦闘訓練では、 UA 教師1人プラス生徒2人がチームを組んで連携プレイ、オールマイト&バクゴー&デクチームVS 相沢翔太、トドロキ、八百万チームが大激突。今イベントはボスチャレンジ形式での開催となります。イベントを通して特別なプレイキャラやメモリーなどの豪華報酬を獲得できますので、期間中はぜひイベントへご参加くださいと。開催予定期間は26日15時から6月9日木曜まで。ボスチャレンジ形式は、イベントクエストをクリアすることでボス挑戦状を獲得できます。獲得したボス挑戦状を消費することでイベントボスとのバトルが可能となります。目玉報酬の一部をご紹介となってますので、これ以外にもあるようですね。まずプレイキャラ、受け継ぐ力オールマイト、レアリティ S レア、タイプ技タイプということで、キャラがまずオールマイトがもらえると。そしてメモリーが見守る成長、レアリティ S レア。イベントで獲得できるメモリー見守る成長をチーム編成で受け継ぐ力オールマイトをはじめとする UA 高校教師にセットすると効果がアップします。イベントでメモリープレイキャラの両方を手に入れたい際はぜひお試しください。そしてガチャが来ます。開幕1の特別戦闘訓練で活躍するプレイキャラをピックアップしたガチャを同時開催。ピックアップ対象のプレイキャラ一覧がこちら。期待に応えたい緑谷ディズクということで、レアリティウルトラや技タイプのデク君ですね。で第1弾のガチャでウルトラレアでデクは力タイプと新タイプだったんで、今回追加される技タイプっていうのは貴重ですね。で特攻効果としまして、イベントクエスト開幕1の特別戦闘訓練にてイベントアイテムボス挑戦状のドロップ数がアップ。さらに飛躍する少女アスイ、つゆちゃん、つゆちゃん来ますね。でつゆちゃんはこれレアリティ S レアでは初めてですね。タイプは破タイプで、特攻効果イベントクエスト開幕1の特別戦闘訓練にてイベントアイテムボス挑戦状のドロップ数がアップということで、これどちらもですね、チケットのドロップ数がアップするということで、まあこれガチャ回したいよね。ね、まあとりあえずですね、もう一回回してしまって石使っちゃったんだけども、そこまでですね、僕も石貯めて狙っていこうと思います。さらにピックアップ対象のメモリーもあります。憧れとの共闘、レアリティウルトラレア、特攻効果イベントボトル、開幕1の特別戦闘訓練で獲得できるイベントアイテムヒーローくじのドロップ数がアップということで、こっちもあるんだね。イベントアイテムもドロップ数がアップするのがあるんだ。そしてお前を倒そう、レアリティ S レア、特攻効果イベントボスバトル、開幕1の特別戦闘訓練で獲得できるイベントアイテムヒーローくじのドロップ数がアップということで、メモリーはそれぞれピックアップされてるやつを持つとヒーローくじがゲットできると。でキャラの方はボス挑戦状のドロップ数がアップするという仕様ですね。となってくると、これやっぱガチャ回さざるを得なくなってきますよね。なので今少し我慢してですね、僕も石貯めてここは狙っていこうと思います。はい、それではメインクエストやっていこうと思います。5の3まで来ました。はい、で5の4がちょうどですねボス戦がありますので、そこまでやろうかなと思います。でここでね、一つね訂正があります。先日紹介した動画の中で、全体攻撃持ちについての話なんですけど、やっぱりまだ抜けがありました。それがですね、 S レアのエンデバー、そしてウルトラレアのオールフォーワンも全体攻撃持ちだということで、コメントの方ですねご指摘いただきましてありがとうございます。まだまだ、ね、僕もね情報足りないところありますんで、ああいった感じでご指摘いただきますと助かりますので、どうぞこれからもどうぞよろしくお願いします。というわけでメインクエストやっていこうと思います。チーム編成こうなっておりまして、相変わらずレアの八百万さんを使っております。 S レアのね八百万さんもねゲットできたんだけども、なんせ僕このレアの八百万さんめちゃめちゃ育成してましたんで、このままね使っていこうと思います。ではいきます。まあ敵がね強いっていう話もあるんだけども、この辺ぐらいはですねまだまだ戦えますよ。はい、まず八百万さんのねいいところがですね、僕としてはまあ全体攻撃もそうなんだけど、こっちのねスキル常に下学上達、味方団体のプラスウルトラゲージを 10% アップしてくれる。これによって上げたいやつを先にね上げていくことができるんでね、結構気に入って使ってます。とりあえずね全体攻撃いきますよね、ここはね。でおちゃこちゃんのこちらガンヘッドマーシャルアーツ、自分に通常攻撃を無効化した上でカウンターする状態3ターンを付与なんで、通常攻撃当たらないんですよ。でさらにカウンターできると。でこれ通常攻撃じゃなくて向こうが特殊スキルを使ってきても、これカウンターを発動してくれます。これもすぐ入れていきます。
で、トムラ君はですね、崩落がありましてね、敵単体に 325% のダメージなんで、まず火力が高いんだけど、これプロヒーローだったら中確率で恐怖を吹くようなんだけど、これがね、なかなか使えます。恐怖になると、体力が 50% 以下になった時に行動不能になるんですね。ですので、強敵戦の USA とかでもね、かなり活躍してくれてます。では、使っていきます。いきます。はい。難しい。3倍は難しいね。3倍はチェーンぶつける。難しい。あ、削り切れない。これは普通攻撃や、はい。なかなかね、やっぱね、火力がね、伸びないんですよ。ヤウエルさん。うん、ここまで。でもね、それでもね、使いたいんですね。これがあるからね。で、これを、おちゃこちゃんにつけるんですよ。で、おちゃこちゃんのプラスウルトラ技って、敵にダメージも与えるプラス、味方全体のクリティカルをアップしてくれるんで、早めに使っていってもいいんですよ。なので、先に貯めていきます。で、いきます。せーとん。あ、ミスった。じゃあ普通に戦っていきまーす。3倍だとね、本当でもね、オートでもね、全然いけるっちゃいけるんだけどね。さすが実況の時は、あっとやられたー。まさかのやられた。ねえ、トモラくんなんせね、体力低いんですよ。だから死ぬことはよくあります。はい。ゲストさん使っていきましょう。そして、おちゃこちゃん使っていきましょう。で、オールオールも使っていきましょう。はい。スキップ。多分いけるでしょ。あー、削れ切れない。せーの、さあ、689、ドン、ね、結構便利でしょ、やっぱ、マトリフから。先にね、おちゃこちゃん発動した方が良かったね。クリティカル伸びるからね。あとは殴ればいけるでしょ。いやー、まさかトムラ君速攻で死ぬとはね。回復して入れときゃよかったね。ミスったな。はい、では相沢先生とのボス戦ですね。では、ゲストを入れていきましょう。はい。まあ、ゲストのね、火力に頼らないようになるべくしてるんですからね。困った時あるけどね。ウェーブは2ね。なので、とりあえず全体攻撃と、マーシャルアーツと入れていきましょう。で、こちらの崩落は敵がプロヒーローだったらですんで、せっかくなんで置いておきましょう。相田先生まで置いておきましょう。多分、ここはこれで削り切れると思いますんで。はい。OK。626が3ヒットぐらいしてますからね。マトリフとかで。おっと、削り切られない。削り切れない。ね。マーシャルアーツがほんと便利。ね。カウンターであんだけバシバシ当てれるんやったらめっちゃずるいですよね。あとは普通に殴っていけばいけると思うけども、これだけ、おちゃこちゃんに入れておきます。はい。行きましょう。はい。ウェーブが2なんでね、次でいけるでしょう。ね、便利でしょ。今のだから次のウェブじゃないと倒せなかったけど、マーシャルアーツのおかげでカウンターで倒せました。はい。では行きましょう。はい。一応見ておきましょうか。スピードダウンも入ってますね。はい、では、先ほど言いましたこの崩落をですね、入れていきましょう。崩落と、これを入れて、あ、おちゃこちゃんがスキル修復のになってる。回復したかったけどな。で、こちら、ゲストの技も使っていきましょう。いきます。さあ、入るかな？中確率だからね、なんとも言えないけどね。さあ、崩落。あー、いったかな？入ってないな。HP50% 以下にまだなってないからってのもあるけども。普通に殴っていくしかない。ホバクフ、痛えな、おい。はい、12,407。入れられませんでしたね。で、回復入れていきましょう。はい、さあ、さっき。で、おちゃこちゃんの回復入れると、回避機能もですね、アップしてくれるんで、それでも結構助かってます。さあ、プルスウルトラ行きましょう。はい、ね。これはいけるでしょ。エシ、あ、エシも入りましたね。エシの方が入りましたね。あれはね、パワーダウンが入ります。はい。はい、サクッといけましたね。なのでまあ、ボス戦とかはね、プルスウルトラ技でね、結構重ねていければいけますからね。まだ定期の HP 24,000 ほどなんでね。割りかし楽勝だった。第5章はあれだね、ボスがね、優位高校教師なんで、なかなかトムラくんが活躍してくれそうですね。オールマイトも来るし。なので、引き続きですね、進めてやっていこうと思います。今日もぶっ壊そう、社会を。はい、というわけで、ヒロトラですね、まあ、プレイして3日目なんですけども、すごいやっぱ面白いと思います。っていうのが、キャラの育成っていうのが、アビリティボードが始まるとですね、すごい自由度が広がるというか、アクション、戦い方の、ね、幅が広がるんですよ。で、相手との相性ももちろんあるんだけども、今現状において強いキャラたちもいるけども、多分ね、ヴィランのトムラ君は、
今後もっともっと僕は活躍できる場所多いかなと思います。やはりあの状態異常入れれるキャラクターっていうのは、まあ他のゲームでもそうですけれども、デバッファーってやっぱ貴重なとこはやっぱありますんで、そういった意味では僕もね、引き続きトモラクも使っていこうと思うし、引き続きレアのね、ヤオヨロズさんどこまで育成できるかもね、やってみようかなと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。